はい、今週もそれぞれの個性を生かして、ね、熱唱していただきました。さあ、それではイサムポークの社長から賞の発表です。お願いします。はい、それでは激辛新聞賞、大野初子さん。はい、おめでとうございます。はい、じゃあ続いて、はい、続きましてテレビ放送センター賞、下田節子さん。はい、おめでとうございます。はい、続きまして岐阜放送賞、磯村みどりさん。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。続きましてイサムポーク賞、小林みきおさん。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、それでは社長から、ね、はい、イサムポーク賞をお渡しいただきましたので、お受け取りください。はい、おめでとうございます。これからも楽しんでくださいね。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ゲストは太田昌司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回も出ていただきましたけど、はい、だんだんなんか衣装が派手になってきませんか。はい、ゆき先生の言う通りになったらどんなかちょっと心配になってきます。あ、なるほどね。はい、どんどんちょっとこれからも変わっていくかもしれませんね。はい、私も楽しみです。はいということで、今日も頑張って歌っていただきましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、今週の激辛スターチャンネル、愛知県三好市三好町のカラオケのんちゃんからお送りいたしました。いかがでしたか。今日は酔いしれました。歌に酔いしれた。そうなんですよ、うん、お酒飲まないのに私も酔いしれました。はい、あ、それはどういう酔いしれたという意味なんでしょうね。雰囲気がいいじゃないですか。うん、ね、そうね、センさんにはなんかバッチリ、ね、なんか飲みどころって感じですか。うん、そうですね、まあ、歌とこの雰囲気によって、ね、はい、酔いました。いい30分過ごさせていただきましたね。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。それでは今週はこの辺でさよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この川越えたなら二度と戻れない。